規制強化で業績が伸び悩む中国の IT 企業庁は中国企業に襲いかかった経済崩壊の結果、従業員を一斉解雇した話を解説していくぜ。相当業績が不安定な様子だね。急成長した中国の IT 企業だが、現在の状況は足踏み状態だ。中国国民は発狂問題だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。なあ霊夢、突然だが、リストラと聞いて何を思うだろうか？そりゃいい気はしないわね。企業の都合もあるだろうけど、尽くしてきた従業員には悔しさもあるかな。今日紹介するのは中国にあるゲーム会社だぜ。中国で有名なゲームって何があるのかな？アッシュテイル風の大陸、原神など、中国は世界的にもクオリティの高いゲームを開発しているんだ。日本でも社会現象を起こした荒野行動も中国の企業だぜ。そんな数多くのゲームを輩出してきた中国 IT 企業だが、思わぬ矛先が向き最大のピンチの中にいるんだな。どこのゲーム会社で起こったのかしら？世界最大のゲーム企業で、中国を代表する中の一つテンセントだ。このテンセント従業員に対して3割以上のリストラをしているようだぜ。すごい規模で縮小しているのね。IT 企業のリストラ事情はここ1年でメディアに取り上げられることが増え、現実を知る人々が増えたな。だが実際のところ2019年頃からすでに人員カットされていた形跡があったんだ。そうなのね。この会社はどんなサービスを提供しているのかしら？テンセントはゲームや動画サービス、モバイル決済など幅広く展開しているのが特徴なんだぜ。1998年に創業されてから2017年には、アジアの企業で売上高5000億ドルを突破し、Facebook さえ上回る業績を残しているんだ。Google、Apple、Amazon、Microsoft と並ぶ世界5大企業の一つなんだな。思った以上に大企業でびっくりしているわ。全従業員は6万人ほどいて、その中の約3割がリストラされるのではないかと噂になっているようだぜ。つまり約1よろず8000人が対象だと言われているんだ。相当な人数だね。テンセントでは幅広く事業を展開しているが、プラットフォーム事業、コンテンツ作成事業に関わっている人が4000人程度いるんだな。次に多いのが AI やクラウド事業で、2000人くらいだと言われているぜ。今回のリストラは約1よろず8000人だから、あらゆる部署が対象となっているんだ。部署の中で人員カットしていくことで、会社全体のスリム化に踏み込んでいるのね。人員カットに動きは止まらず、その後も継続されていて対象範囲が広がっているんだな。解雇率 15% を超える部署もあるんだぜ。やっぱり新型コロナウイルスの影響が大きかったのかしら？確かにコロナ災いによる外出制限により、出社できない従業員もいたんだ。それに日常の業務量も一気に減っているからな。テンセントの社員曰く、これらの状況を踏まえ考えても、人員カットは不可避とも言っているんだぜ。人員カットせざるを得ない経営状況だったのかな？売上を見ても足踏み状態が、続いているのかしら？2022年4月から6月期の決算発表では、同四半期の売上高は、前年同期比 3% 減1340億3000万円、日本円で約2兆6640億円だ。コロナ災いも踏まえ売上高を見るとマイナスとはいえ、大幅に人員カットに踏み切った理由が別にありそうに感じるわね。そうだな、純利益で見れば業績の衰退がよくわかるぜ。純利益は同 56% 減の186億1900万円、日本円で約3702億円となり、これは同年同期の半分未満の数字なんだ。これは業績悪化がよくわかるわ。結局リストラの理由は何だったかしら？リストラの理由として考えられるのは、戦略の抜本的見直しを進めるためだと言われているんだぜ。どう戦略が変わるのかな？コスト削減と効率化が進む中、事業を縮小しつつ、よりクオリティの高いサービスを提供する戦略だと考えられているんだ。別に大きな問題を抱えてのリストラ化は、定かではないところだな。一つ言えるのは、現在の中国でこのようなリストラを敢行している IT 企業は、テンセントだけではないということだ。え、他にもあるのね。他の IT 企業のリストラ状況を紹介するぜ。まず中国の最大店であるアリババだ。アリババは複数の EC サイトを運営しているな。コマーシャルでも見るよね。日本でいう楽天みたいな大企業だよね。そうだな、日本にも楽天があるが、アリババの売り上げは楽天をはるかに上回っているんだぜ。その規模はアマゾンに並ぶと言われているんだ。アリババは中国の独身の日に巨大セールを行って、1日で約 2.8 兆円もの売り上げを上げたこともあるんだぜ。
スケールが大きすぎてびっくりだわ。規模感の想像がしにくいわね。楽天の2016年の流通額が約4兆円と言われているから、この数字と比較するとわかりやすいかもな。わかりやすいわ。アリババも日本の多くの企業と提携していたわよね。日本の企業とも関連が深く、ソフトバンクの孫正義氏はアリババ創業時に約200万ドルを出資しているんだぜ。そんなアリババも実は、30% のリストラを行うのではないかと噂があるんだ。これらのリストラは計画されていたものなのかしら？いや、前々から準備していたわけではなく急に決まったようだな。そうだったのね。従業員も急な決定に驚いたことでしょうね。他にもあるのかな？次に紹介するのは TikTok を運営するバイトダンスだ。バイトダンスは2012年設立し比較的新しい企業だが、テンセントやアリババを上回るほどの成長を見せているんだな。TikTok は日本でも馴染みがあるから聞いてピンとくるかもしれないぜ。そうね、よく聞くわ。もしかしてこの会社もリストラの話かしら？そうだ、そんなバイトダンスもリストラの噂があるんだな。具体的な数字は出していないが、ゲーム企業や教育事業を大幅に縮小したと報道されていたんだ。テンセントやアリババのように、あらゆる部署がリストラ対象になったのかな？今回リストラの対象とされたのは青少年向け学習アプリ、英語学習アプリなどの教育事業のようだぜ。この会社もいろんなサービスを展開していたのね。続いて中国の検索ポータル最大手で、AI や自動車分野でも脚光を浴びているバイブだ。まだあるのね、中国の IT 業界大丈夫かしら。世界でも Google や Yahoo に次ぐ世界3位となっていて、中国では当然トップとなっている企業だぜ。中国では多くの人が使っているのね。中国人の 90% はバイブを使っていると言われているほどだ。むしろ使っていない人を探す方が大変そうだわ。バイブってどういう意味なのか気になってきたわ。何百回も乗って、意味があるんだぜ、ポータルサイトだから探し続けてくれって意味合いだな。そもそも、それほど普及しているのには理由があるのかしら？中国ではインターネット検閲があるんだぜ。だから日本じゃ考えられないだろうが、自由に海外の SNS が使えないことがあるんだ。インターネット検閲って日本には全くないわよね。そうだな。日本では行っていないが、ロシアなんかもインターネット検閲が厳しいと有名だな。そんな環境があるからこそバイブの普及は瞬く間に広がったわけだ。というのもバイブは検索機能だけではないんだな。他にどんな機能があるのかしら？Facebook に代わるような独自のコミュニティの運営や、マルチメディアサービスも展開しているんだぜ。まあ、なんてことかしら。そりゃ誰もが使う理由に納得だわ。この会社も例のリストラ疑惑かな？バイブもこれまで説明した企業のように、あらゆる部署でリストラを進めていると噂されているんだな。人工知能事業グループ、モバイルエコシステム事業グループなど対象にされているんだぜ。どこの企業もせざるを得ない状況があるのね。こう見ると中国の有名な IT 企業はほぼ何かしらの形で、リストラを行っているということだ。テンセント、アリババ、バイブはここ最近で純利益が大幅に減っている傾向はあるんだな。ここまで相次いでいるのはなんでかしら？リストラの理由は数多く報道されているが、企業によって抱える問題か、利益だけなのか他に何かあるのか明確ではないんだ。ただ理由の一つとして考えられるのがあるんだぜ。利益や事業縮小でもなければ、じゃあ他に何があるのかな？中国社員は日本の社員と比べて安定性がないことが考えられるんだな。社員が特化へ引っ換え入れ替わるみたいに、安定していないのかな？良くも悪くも日本より成果主義ということだ。どういうことかしら？例えば3回連続で目標を達成できなかったら解雇、事業から撤退する場合は配置転換を考えずにそのまま解雇されるんだぜ。厳しいわね。要はそのチャンス3回で決まるわけね。その分報酬は高いようだがな。それに中小企業ならば突然解雇されることも珍しくはないようだ。そもそも中国の IT 企業ではこのような大規模なリストラが日常茶飯事に行われていることかな？いや、中国の IT 最大手がこれだけのリストラを行うのは異常事態だと思われているんだな。ここまで相次ぐリストラに大きな原因があるのかしら？そうだな。想定されるいくつかの理由を説明していくぜ。まず中国が大々的に打ち出したスローガン、共同富裕の影響が考えられるんだ。どういう意味かな？共同富裕とは貧富の格差を是正して、すべての人が豊かになることを目指そうといううたい文句だな。一言で言えば格差是正だ。平等にしたかったわけね。簡単に言うけど実現するのは難しそうだわ。毛沢東が唱えたのが元になっているようだ。今回はさらに踏み込んで説明していくぜ。高すぎる所得については合理的に調整し、高所得層と企業が社会に多く還元することを奨励すると発表したんだ。もっと簡単に言うとどういうことかな？要は利益が多く出ているなら溜め込まずに中国政府に寄付しなさい。それは良い行いだよって内容なんだぜ。
寄付を促しているわけね。IT 企業といえばガーファやシリコンバレーに拠点を置く企業が、世界を支配してきたな。そんな中中国の近年での経済成長は目を見張るものがあるんだ。日本も追い抜かれて今や、世界の経済大国となっている中国だぜ。中国は世界から見てどのくらいのレベルなのかな ?2022 年発表の世界 GDP 国際比較統計ランキングで中国は第2位だ。ちなみに日本は第3位だぜ。若者世代がいかに活躍していけるかでこのランキングも変わってくるわね。中国は本来社会主義国家のはずだがこの成長は、新自由主義経済の強い影響があってこそ果たされるんだ。本来の社会主義と新自由経済の違いは何かしら?社会主義は国民みんなが政府に雇われた労働者だから、大きな貧富の差や社会的な不平等が生まれないんだぜ。一方新自由主義経済は個人の自由や市場原理を最小化し、政府による介入を最低限とすることだ。だから新自由主義だと国が豊かになっても貧富の差が生じてしまうんだな。そうなのね。中国には富裕層が多くいるのね。2020年の時点で中国の上位 1% を占める富裕層が、中国全体の資産 30.6% を保有しているようだぜ。逆に毎月の収入が1000元程度の人が6億人いるようだな。日本円でいくらかな?1000元は日本円で1ヨロズ7000円だ。中国政府は国民の不満を解消するために、共同富裕を提唱しているという見方もあるぜ。政府の根幹は何だったのかしら?これは国民のためになのかもしれないし、政府を盤石にするために国民の支持が欲しいだけ、なのかもしれないな。テンセントとアリババも共同富裕の方針に追従する動きを見せているんだぜ。アリババは、共同富裕の理念を体現するモデル地区建設の支援などを掲げているんだ。早速動き出しているのね。2025年までに1兆7000億円を投入するそうだな。テンセントは低所得者の支援や農村部復興などのために、8500億円の資金を出すようだぜ。これにもある理由が関係していると言われているんだな。中国の動きはなかなかに激しいわね。実は近年中国政府による IT 企業叩きが話題となっているんだ。大企業が政府にとって目の敵になっているのかな。アリババは独占禁止法違反の疑いで、およそ3000億円に上る巨額の罰金を課せられているんだぜ。何をしたのかしら?自社通販サイトの出店者が、他のプラットフォームに出店することを禁止する二者択一の慣行を指摘されたんだ。テンセントも収益の柱の一つとなっているオンラインゲームが、規制の対象となっているんだな。中国政府は、国家が調整できないほどの巨大な企業を叩く傾向にあるというわけだぜ。大企業ほど目をつけられやすいのね。アリババとテンセントも政府に目をつけられるより、政府の方針に追従した方が得策と考えたってことだ。政府を味方にするためね。もう一つ考えられる大きな理由としては注目 IT 企業株価暴落の恐れだぜ。共同富裕の施策は大手 IT 企業を締め付けている側面があるんだな。大企業が思うように動けなくなるわね。そしてそれは、大手 IT 企業の技術革新の妨げにもなるという現実があるんだ。よって株価にも影響してくるんだな。中国企業の株主は海外投資家も多いんだぜ。そうなのね、海外投資家のメリットがあるのかしら?海外投資家はシンプルに、中国の企業が成長するならそのまま保有してくれてむしろ、買い足してくれるかもしれないんだ。だが今の中国の IT 企業の状況を見ると、海外投資家は株を売却してもおかしくはないってことだぜ。そうだね、ここまで暴落していたら保有している意味がないものね。もう一つ言うと中国 IT 企業は、自社の株を担保に資金を調達しているケースが多いんだな。株の価値って変動するわよね。つまり資金繰りが加速するってことだね。そうだぜ、株の価値は一定ではないんだ。さらに担保を入れろと要求されできなければ、株は売却され株価が下がるか、キャッシュフローが減るわけだぜ。株価が暴落すると元に戻すのは簡単じゃないものね。そうだな、株価というのは、一度下がるとどんどん下がっていくから厄介なものだ。そして株式市場というのは、やはり企業の損失に大きく影響してくるってことだぜ。テンセント純利益の激減は、投資事業の損失に足を縛られたからなんだ。大企業ほど利益だけでは厳しい現実なんだね。もちろん、テンセント自体も株が一時期に比べ落ちているが、全体的に厳しいってことだぜ。これだけ IT 企業に厳しい中国の中で、なぜこれほど IT 企業が成長していけたのかってことだ。それは今までは、政府が経済を優先していた傾向があったためだ。政府の決めたことは絶対なのね。本来中国の企業は、政府が決めたルールを守って事業の展開をしなければならないんだぜ。ただ完全に政府に従っていれば、事業の成長の妨げになるケースもあるわけだ。政府の決めたルールに従いつつも従順すぎてもいけないのね。難しい掛け合いだわ。だからこそ、
政府とギリギリのせめぎ合いをしていた企業も多かったようだぜ。法律的にはグレーでも、一歩踏み込んで成功して国に認めさせることが重要だったわけだ。特に IT 企業にはそんなやんちゃな企業が多かったようだな。ある意味やんちゃな企業でないと、中国では成功できなかったわけね。中国政府はそれを経済優先という観点で許していたんだぜ。厳しい規制で、イノベーションの芽を摘んではならないという気持ちが政府にはあったんだ。おかげで中国はデジタル大国になったんだけどな。デジタル大国になったのはいつ頃からなの？ここ 2.3 年の間に中国の企業に世界が注目するようになったんだ。1990年代には IT 産業を国の重要な分野として位置づけられていて、多くの施策を推進してきたんだな。これまでも動きがあったのね。この1990年代に何かきっかけがあったのかな？1990年以降多くの意欲的な若者が中国からアメリカやヨーロッパに留学し、その技術を持ち帰るようになったんだぜ。そうだったのね。中国がデジタル大国と言われるようになった背景には、この意欲あふれる若者たちの存在があったからこそなのね。さらに共産党一党独裁国家であり、党の戦略が一気に進みやすい環境も、IT 業界の急速な成長に拍車をかけたとも言われているんだ。IT 業界が果敢に挑戦して成長したのはいいが、政府が手に負えなくなるのは困るところだな。政府の狙いが思わぬ裏目に出ると対応しきれないわね。良い例があるから紹介するぜ。お願いね。中国最大の配車サービスディディだ。ニューヨーク証券取引所に株式上場しているんだな。だがその直後に中国当局が、国家安全法サイバーセキュリティ法に基づき審査を行うと発表したんだ。もともとディディは攻めの姿勢が強い企業で、今までもスレスレのことをやっていたそうだぜ。グレーゾーンで耐え忍んでいたのね。政府は見て見ぬふりだったってことかな。なんだかんだで政府は許していたそうだ。だがディディも今や生活インフラとして、極端に言えば国家や行政をしのぐほどの存在になってきているんだぜ。ディディも幅広く展開しているわよね。そうだ、ディディはすでに15カ国4000都市に展開していて世界的規模の企業となっているんだな。中国企業が大きくなることで中国政府の懸念材料として考えられることがあるんだ。それは何かしら？中国国内のデータ流出だぜ。確か日本でも起きているけど見えないところだからこそ怖いわね。他にもあるぜ。他に考えられる懸念点なんてあるかな？中国で影響力のある企業が海外上場すると、中国政府の許容範囲を超える力を持つかもしれないってことだ。政府さえも恐れる存在になるのね。その対象に大手 IT 企業はなりやすいってわけだぜ。ディディも今回の締め上げを受けて、2割のリストラを発表しているんだ。政府に踊らされてるわ。すごく簡単にリストラするのね。貧富の差がなくなるのは良いことかもしれないが、多くの人をリストラにしていたら失業者の増加を招くことになるんだな。テンセントは35歳以上をリストラの対象にすると言っていたそうだ。年老いてからのリストラは厳しいわね。だが中国では若年層の失業率もとても高くなっているんだぜ。中国の若年層の失業率は、2022年7月 29.9% と過去最高の水準に達しているんだな。普通に面接が順調に進んでいても、いきなり会社の都合で終わることも多いようだ。それは困るわね。とんだ巻き添えだわ。原因としてはやはり、大手 IT 企業が人員削減をする傾向にあることだな。中国の IT 業界が飽和状態になっていることも原因だと考えられるんだ。中国にも IT 企業はたくさんあるが、大体は物販のプラットフォームの事業だぜ。プラットフォーム事業って何かしら？日本でいうAmazonや楽天のことだ。中国はそれだけではなくビッグカメラや、ヨドバシカメラという実店舗がある企業もネット販売しているんだな。そうなると競争率が高くなるわけだ。中国は日本よりはるかに人口が多いから市場も大きいんだ。地上飽和による業績悪化は進んでいくことが考えられるってことだぜ。これからの中国 IT 業界はどうなるのかしら？かつて中国の IT 業界は不動産と並んで潤っていたが、これからどんどん厳しくなることが予想されているんだな。ここでこの記事について、いくつか反応が寄せられたから紹介するぜ。中国政府は政権を盤石にするために、共同富裕を掲げたのでは？これで本当に中国の経済は大丈夫なのか？そりゃ心配になるわよね。共同富裕より若者の失業率はどうにかならないのか。そうね、そっちにも目を向けてほしいわね。中国は不動産業界も IT 企業も終わったな。これらの反応を聞いていると、中国経済を懸念するような声が多くあるよな。共同富裕を掲げても失業者が増えて経済が崩壊してしまったら、自業自得としか言いようがないぜ。中国経済が抱える厳しい現実はよくわかったわ。問題が一つじゃないから解決するのも大変だよな。リストラ、事業縮小、合法的経営、政府による規制とあらゆる問題を抱える中国の IT 企業だわ。
急成長したものの維持できるのか見ものだね。今後も動きがありそうだが、復活するのか、衰退するのか、中国 IT 業界の展開が楽しみだな。日本の味方。近年地球温暖化が深刻な問題として取り上げられているぜ。たびたびニュースでも報道されるから知っている人は多いだろうな。そうだね、具体的に何をすべきかわからないけれど、結局は自然というか緑が足りないってことだよね。まず地球温暖化の概念から説明らするぜ。人間の活動が活発になるにつれて温室効果ガスが大気中に大量に放出されるんだ。そして地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことを地球温暖化って言うんだな。うんうん、気温が上がっているってよく聞くわ。世界各地で気温上昇はしていて、地球温暖化に歯止めが効かないことへの裏返しだとも言われているんだぜ。地球温暖化が進む一方だとどうなるのかな？日本だと海面上昇が起こり、全国にある砂浜の9割を失うことになると指摘されているんだ。さらに30度を超える猛暑が続くんだな。世界各地で見ても、氷河の減少や異常気象、陸上や海の生態系の減少、食料生産など多くの影響が考えられるんだぜ。安易な考えでいたら滅亡するわね。なぜここまで問題視されているのに解決できないのかしら？温室効果ガスの排出を止めなければ解決しないんだ。それには数多くある産業の形態を根本的に見直す必要があるんだな。1985年オーストリアで初めて地球温暖化に関して世界会議が行われたんだ。これをきっかけに地球温暖化の問題が大きく取り上げられるようになったんだぜ。この会議で取り上げられたってことはずっと前から問題として認識していたのね。そうだな、二酸化炭素の排出が急激に増えたのは18世紀以降だと言われているんだ。この時代何があったかしら？産業革命以降、石炭や石油など化石燃料を燃やし多くのエネルギーを作っていたんだな。その結果大気中に排出される二酸化炭素も増えたわけだ。地球温暖化の主な原因だと言われているんだぜ。考えられる原因は他にもあるんだ。まず森林面積の減少という問題だな。大規模な森林伐採の結果、森林が減少し二酸化炭素の吸収量も減少しているんだ。なぜ大規模な森林伐採をしたのかしら？木材や紙パルプ、さらに足油など資源の原料としたり、農牧場を作るために焼却しているんだな。トイレットペーパーやティッシュペーパーなど、身の回りにある紙材の多くはこれらの木を利用されているんだぜ。紙の使いすぎも原因になってしまうのね。だが日本が技術国なのは知っているだろ？森林伐採をしなくてもいいようにいろんな企業が開発を進めているんだ。竹でできたトイレットペーパーや、木材の代替に廃プラスチックをリサイクルしたり、多くのものが開発されているんだぜ。森林伐採しなきゃいいって声もあるが、木だって生きているんだ。健康を保つためには伐採の作業も必要なんだな。さらに伐採せずに放置していれば木が腐敗し突然倒れたり、道路まで枝が伸び交通事故を起こす危険性だってあるんだぜ。あらゆる方面で問題がある地球温暖化は、厄介で早々に解決するのは難しそうだね。失われた自然環境を取り戻すのは、並大抵の努力では難しいってことだな。そうだよね、そんな簡単に改善できる話なら、とっくの塔に解決しているはずだわ。地球温暖化を食い止めるため世界各地で様々な取り組みが行われているんだ。どこの国の話かしらね。ためになる話は大好きだわ。パキスタンが大規模に都市武力化を行うと発表したんだな。それだけで話題になるはずがないぜ。日本が関わっているからなんだ。この発表と同時にパキスタンの緑化を行う、日本の植樹法が非常に話題になっているんだぜ。聞いたことないけど日本がパキスタンで活躍した話なのね。その植樹法は宮脇方式と呼ばれ、パキスタンだけではなく世界中で採用されているんだ。宮脇方式？一体どんな方法かしら？どちらかの人命にも感じるけれど、説は切らしていくから聞いて学んでってくれよな。大気汚染が深刻な問題となっているパキスタンは、大規模な都市武力化を行うと発表したんだ。同時にパキスタンの緑化を行う日本の技術に非常に高い注目を集め、話題になっているんだが、その理由が気になるよな。もちろん気になるわ。そもそもなぜパキスタンには緑化が必要なのかしら？まずはパキスタンの現状を説明らするぜ。パキスタンは日本の約2倍の国土だが、その80が乾燥または半乾燥地であり、国土の森林率はわずか5しかないんだ。ちなみに日本の森林率は67だから、パキスタンの森林率はかなり少ないことがわかるよな。日本と比べたら一目瞭然だね。圧倒的に森林が少ないわ。加えてパキスタンの人口は年々増加している傾向であるんだ。日本では年に 0.57 減少している人口だが、パキスタンでは 3.1 も年々人口が増加しているんだぜ。
パキスタンの人口は世界で5番目に多いと言われているんだ。なぜこんなに人口が増加しているのかな？多くの見解があるが、技術の革新により作物の生産能力が上がったことや、医療の発達により死亡率が低下したこと、さらに発展途上国では幼い子供であろうと、労働力を確保できると考えられているため出生率が非常が高いんだぜ。だからこのように人口増加と反比例してわずか5しかないパキスタンの森林は、様々な要因により年々減少し続けているんだな。人口の増加に伴い建築用材として使用されることが増えたからかな。そうだな。パキスタンでは1980年代に入って森林破壊が深刻な問題となっているんだ。家畜用肥料の過剰採取などの森林資源への依存や、下放牧、さらに森林の農地や宅地など森林の減少理由は様々だぜ。具体的にどんな原因があるのかしら？パキスタンの森林が減少し続けている原因の一つは灌漑。灌漑だ。難しい漢字が出てきたわ。灌漑とは人工的な手段で外部から土地に水を供給することなんだぜ。日本でも近くの用水路から水田に水を流しているのを見たことがあるけれど、それのことかな。そうだ、日本の水田はほぼ灌漑によって稲作を成長させているんだな。具体的にどんな構造なのかしら？土地に大量の水をまくことでまず地中の水位を上昇させるんだ。水位が上がった地下水は、土や砂の間を通り地表付近に上がってくるんだが、この時塩分も一緒に地表付近に運んでしまうんだな。乾燥地では水分の蒸発が激しいため地表に上がってきた地下水は蒸発してしまうわけだぜ。そして塩分だけが地表に溜まってしまうんだ。これが土壌の塩石化、つまり塩害だぜ。地域特有の気候には勝てないわね。塩害のせいでどうなるのかしら？塩害は植物の育たない土地を作り上げるため砂漠化の原因になるんだな。このように砂漠化を進めてしまう灌漑だが、パキスタンは全耕地面積の約80が灌漑農業地だ。だからこそ塩害による歯止めの効かない砂漠化が深刻な問題となっているんだぜ。パキスタンが砂漠化してしまうわね。早期に手を打たないと大変だわ。その通りだぜ。このまま砂漠化が進むと農作物の収穫が減る一方だ。さらにパキスタンの人口増加に伴い近い将来、食料不足を引き起こす可能性も考えられるからな。そうならないためにもパキスタンは砂漠化を食い止める早急な対応を必要としているわけだぜ。何か対策があるのかしら？砂漠化の対策としてパキスタンは日本の緑化技術である宮脇方式に注目したんだな。どんな方法かな？宮脇方式と聞いてもピンとこないよな。どんな方法なの？詳しく説明していくぜ。宮脇方式とは植物学者の宮脇明氏が考案した植樹方法だ。やっぱり人名だったのね。植樹とは簡単に言えば木を植えることだな。森林面積の減少という問題を食い止めるため、植樹により緑を取り戻そうとするプロジェクトが世界各地で広がっているんだぜ。中でも宮脇方式という植樹方法は、単純に木を植えるよりも効率的であるとして国内外に広がりを見せているんだ。日本の大企業で開発されたわけでもなく、個人の植物学者の手法が海外へ進出するとは偉大な人だわ。宮脇方式とはまずその土地に本来自生していて、その土地の気候風土に応じて育つ植物を選び植樹するんだな。土地に合わせたものでいいのね。指定の植物があるのかと思っていたわ。一般的な植林では1ヘクタールあたり3000から6000本ほどだ。しかし宮脇方式では1ヘクタールあたり3万から4万5000本と超高密度で植えるんだぜ。密度を高めるだけで緑化ができるってことなのね。その土地本来の植生を生かし間隔を詰めて何種類もの植物を植えるんだ。違う種類ってことがポイントかな。すると荒廃した土地であっても短期間に森林を再生させることができるんだな。どうも信じられない話だわ。密集させて植えるとなると、日が当たらず植物の成長を妨げるのではないかと思うかもしれないよな。ほんとその通りだわ。実はそうではないんだ。自然の成り行きによって植物同士を競争共存させることで、間隔を空けて植樹するよりも成長速度が速くなると言われているんだぜ。ある調査では通常の植樹に比べて、なんと10倍の速さで成長したという報告もあるそうだ。すごい効果的な方法だったのね。植物それぞれの特性を活かしながら自然の状態を蘇らせる方法と言えるよな。宮脇方式は密集して植えることがデメリットにならないんだ。だから都市部や道路沿いのわずかなスペースでも、豊かな緑を成長させることができるってわけだな。小さな土地と苗があればどこでも実用できてまいらずで、生育の速度も速く植生の多様化にもつながる宮脇方式なんだ。素早く緑化を実現できそうだね。都市荒れ地に多様性を持つ森を作り緑化を進めるにはもってこいというわけだな。また自然の森林は単一の種類の植物でできた植林地に比べて、40倍の二酸化炭素を吸収するという研究結果があるんだぜ。多様化な上、都市部に緑を増やせるなんて近未来都市の話だと思っていたわ。いくつも種類を植えることが大事なのね。
その通りだぜ。たくさんの種類を一緒に植えることで、二酸化炭素の吸収量を高める効果があると考えられているわけだ。それがたとえ人工の森林であっても、宮脇方式ならその効果が期待できるだろうな。このようにメリットの多い宮脇方式だが、実はすでに世界中で採用され、今までに数々の大きな成果を上げているんだぜ。そうだったのね。宮脇方式はいつから行われていたのかしら？宮脇氏はこの方法で1970年代から植樹活動を行っているんだな。国内はもとより、世界各地1700カ所以上で4000万本以上の植樹指導や実践まで活動していたんだ。その手法により、それまでは何百年もかかると言われていた森の再生が数十年という単位で成功することを証証したんだぜ。何百年と何十年では差がありすぎるわね。そこまで短縮できるなんて、この緑化技術には脱帽するわ。この苗木が森に成長することで、地域の騒音の問題や大気汚染の公害を抑えられることも利点の一つだ。地域の生物の多様性を守ることや二酸化炭素吸収の改善に役立ってくれるってことだぜ。メリットしかないじゃないの。宮脇方式のミニ森林を設ける活動はオランダやフランス、イギリスなど12カ国で行われているんだ。多くの国で役に立っているのね。例えばインドでは宮脇方式の植林プロジェクトが行われ、すでに数十万本の木が植えられてきたんだな。限られた地域に多様な植物が生育する様子は、小さな森とも呼ばれていたんだぜ。都市部の限られた土地を素早く緑化する手段として重宝されているんだ。緑化が進み、小さな森が大きな森へと成長する姿が楽しみでもあっただろうね。オランダでは支援保護団体が主体となって宮脇方式の森林を100カ所以上も作っているんだぜ。フランスでは騒音の低減や空気のろ過を目的として、パリにミニ森林が設置されているんだ。おしゃれが集うパリにまで。日本人の技術が海外へも浸透していくのは誇らしいことだね。他にベルギーやイギリスでも森林が次々と誕生しているんだな。一つどころじゃなく多くの国で活用されていたのね。宮脇方式はそれぞれの地域の自然の美しさを蘇らせていると言っても過言ではないぜ。自然の緑を取り戻す、まさに宮脇氏って森の妖精だね。そして今回の話題に上がっているパキスタンの首相が、宮脇方式の活用を発表したんだ。メリットしかないから、食料不足になる前に取り組んで正解だわ。パキスタン首相は2020年に、湾曲している地形の土地で宮脇方式を実施したんだな。その結果、たった1年で多くの木が成長し、緑あふれる土地になったんだ。パキスタン首相は宮脇方式に感銘を受けていたんだぜ。そして大気汚染が深刻な都市であるラホールで宮脇方式を採用することも決めたんだな。ラホールも深刻な森林不足があるのね。ラホールは世界における大気汚染の深刻さという観点で見ても、とても悪環境な地域なんだぜ。インドの首都ニューデリーに次いで2番目に深刻な都市であると言われているほどだ。そこで汚染問題を多く抱えるパキスタンから、緑あふれるパキスタンというゴールを決め、これを目指すと目標を掲げていたんだな。ラホールの50カ所で宮脇方式の植樹計画を実施することにしたんだ。相当な大気汚染問題を抱えている都市なのね。簡単で普遍性や汎用性の高い宮脇方式に注目が集まり、森林減少が深刻化する世界各地で実践されているわけだぜ。宮脇方式はスコップ一つで誰でも植林に参加でき、地域の人が森づくりに参加しやすいことも利点と言えるんだな。さらにコミュニティづくりにつながるという利点もあるんだ。いいこと尽くしだわ。むしろデメリットが見つからないわね。この宮脇方式について海外の人たちから様々なコメントが届いているぜ。外来じゃなくて地元の植物を使うっていうのがまた素晴らしいな。世界のあらゆる大都市はこれを採用すべき。実施するのがより簡単で画期的だと感銘を受けたわ。自然な森に規則性なんてものはない。植物が入る間隔もその種類もバラバラ。ただ競争というルールの下で生物は存在している。この日本の植樹技術が効果的なのも納得だ。植物だって生きているわね。その成長を促す手伝いをしているだけで、自然の力を生かすことが素晴らしいわ。とにかく驚いた。うちの国も森林をちゃんと管理してくれたらいいのに。世界の面倒を見てくれる日本人がもっと大勢必要だわ。素晴らしい。これは世界に変革をもたらす。俺もいつかこれだけのインパクトを与えてみたい。宮脇氏はもちろん同じ日本人というだけで大きな喜びを感じられるわ。森林不足で悩むあらゆる国で活用してほしいものね。パキスタンが試験的にやってみた宮脇方式の写真を見たけど、ものすごい変化だったよ。緑が急成長しているじゃないか。都市部の木はこれからもっと重要になるだろうし、これはやってみる価値があるね。地球温暖化の対策だけじゃなく、騒音の低減にも役に立つんだから、都市部は早々に取り入れるべきだね。パキスタンの首相は環境改善しようとついに動き出したんだな。
数年後にはラホールに宮脇方式の森が50箇所できて真の庭園都市になるんだね。そんな緑の溢れる都市を想像しただけでワクワクするわね。なんて素晴らしい方法なんだ。我が国を助けてくれてありがとう日本だから、日本人が大好きなんだよ。多くの人たちが宮脇方式について称賛しているよな。そりゃそうだわ、こんな名誉なことないわね。これまでに説明したように宮脇方式は多くの国でも採用されているわけだ。どこまで広がっているのかしら？例えば香港だな。地球温暖化に伴う気温の上昇により都市部ではヒートアイランド現象と呼ばれる現象が発生しているんだ。積極的な植樹がヒートアイランド現象の緩和にも役立つんだな。香港のネイチャーメーカーズラボは、宮脇方式のミニ森林を都市の周辺に植えることにしたんだぜ。どんな活動をしている組織かしら？ネイチャーメーカーズラボとは、人間は地球に良い影響を与えることができるという考えに基づき、社会課題の解決を目指す企業なんだ。この企業が実施した香港初となるミニ森林プロジェクトでは、小学校の生徒たちが植樹に参加したんだな。香港の小学生の協力によって宮脇方式が実施され、都市の冷房化に貢献したんだぜ。未来を担う子供たちが貴重な体験をできたのね。森林の大切さを身に染みて感じるきっかけになるわね。他にオランダでも宮脇方式が取り入れられているんだ。オランダに生息する野生生物の個体数は森林の減少により、過去30年間で半分にまで減少してしまったんだぜ。深刻な問題だわ、野生の生態系も生きていく場所が失われていくわね。中でも鳥や鳥類、爬虫類が深刻な打撃を受けているんだな。そこで宮脇方式のミニ森林をオランダ全土で144箇所で実施したんだ。変化はあったかしら？その後オランダの研究者が発表したデータによれば、ミニ森林には様々な動植物が集まってきているそうだぜ。ボランティアが11箇所のミニ森林を調査したところ、動物は636種も観察されていたんだ。さらに植物は最初に植えられた種以外に298種が観察されたそうだぜ。これにより宮脇方式には生物の多様性を広げるための高い効果があることが明かし明らされたわけだ。素晴らしいに尽きるわね。宮脇氏はどんな研究を重ねここまでたどり着いたのか気になるわ。そうだよな。世界中に広まった宮脇方式を考案した宮脇氏とは一体どのような人物なのか、説明らしていくぜ。お願いね。宮脇氏は日本の生態学者であり横浜国立大学の名誉教授だ。国内外で土地本来の潜在自然植生の木を中心に、その森を構成している多数の種類の樹種を混ぜて植樹していたんだな。これを混植密植型植樹と提唱して活動していたんだぜ。地球温暖化に一番向き合って行動した方だね。宮脇氏は1970年にポット苗を用いて植える方法により、土地本来の森づくりを始めていったんだ。この森づくりの成功によって、企業や地方自治体で宮脇方式を取り入れた森づくりが盛んになっていったんだぜ。1970年に存在していた手法だったのね。この活動は教科書に載っていいレベルで高い技術があると思うわ。宮脇氏は1980年から約10年かけて日本全国を巡り、潜在的な自然植生を調査しているんだ。1990年からは海外に出向き熱帯雨林再生プロジェクトに参加しているんだな。行動力のある方だね。例えばマレーシアでは根が充満したポット苗を植樹する方法で、再生不可能とまで言われている熱帯雨林の再生に成功した実績もあるんだぜ。1998年からは中国の万里の長城で、モウコナラの植樹を行うプロジェクトを進めているんだな。世界遺産にまで関わっていたのね。万里の長城へ行ったら宮脇方式で育った自然が見られるわけね。ここまで海外へ広まったきっかけは何かな？多くの国で結果を残した宮脇方式は、インドのトヨタ自動車でエンジニアとして働いていた、シュベンブ・シャルマ氏によってさらに広められたんだぜ。きっかけは2009年、シャルマ氏が勤務する工場に宮脇方式のミニ森林が作られたことなんだ。シャルマ氏は森林の成長ぶりに驚き起用して研究を重ね、自宅の裏庭に同じような森を作ったんだな。宮脇方式の画期的な緑化技術に魅了されたのね。行動力がすごいわ。シャルマ氏は2014年にはオンライン講演会に出演しているんだ。誰でも土地本来の植生を利用したミニ森林作りが学べるように、独自の説明書まで作成しているんだぜ。実際にミニ森林を見る機会がなければここまで海外へ広がっていなかったのだと思うと、人生何が起こるかわからないものだね。それ以来この考え方は世界中で人気を獲得し、シャロン氏が起用した会社アフォレストだが、インドを中心に世界の44の都市で森づくりを支援してきたんだぜ。残念ながら宮脇氏は2021年7月に逝去されているんだ。しかし宮脇方式に魅力を感じた世界中の人々の手で、宮脇方式の植樹により小さな森林は増え続けているんだぜ。
今回の話を通して地球温暖化を安易な問題だと後回しにせず、今一度自分たちができることを考えようと思えた話だったわ。宮脇方式は地球規模の森林破壊や地球温暖化が加速する中現れた救世主とも言えるよな。生態系を守り防災機能も果たし自然災害に強い森を作り上げるだろうぜ。世界を救うことができるかもしれない日本の技術に心から誇らしいと思えるよな。宮脇氏の残した大きな財産は、今も日本はもちろん海外でも生き続けているわ。同じ日本人として感動と誇りをありがとうと伝えたいわね。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。